ただ耐候性つうとこだね、あとはね、あとは粘度がまるで違うんだろう。はい、うん、まあ粘度も違うし効果スピードも違う、 違うよね。はい、うんうん、分かった。じゃあこれさ、ラベルちゃん、ラベルをさ、確認して、で、半分に切ってさ、はい、一本一本さ、送ってやるよ。うん、そうですね。うん、このレポートと一緒に書いて、とりあえず、はい、一本一本、ものはさ、同じのが2本取れてるから、それはそれで、1本はうちのキープサンプルで、はい、1本は向こうに送るサンプルで、はい、うん、送ってやりましょうね。かしこまりました。それでもうちょっとトライアンドエラーの、うん、テストピース制作を進めるっつパターン。そうです ね今回、うん、やっぱ一番期待していたのが9050と28のパターンでしょうね。そうだよ、うん、もうちょっとそこのところ割合をもう少し少なめにしたりとか。ああ、それが良くないじゃん。そこなんですよ、ね、もう少し それ問題じゃん。うん、まあそうした問題を見つけるっていうことでもあっての今回の試験なんで、うん、それ言い訳だよ。はい、いいね。はい、うん、いいと思う。うん、 OK。 はい、じゃあ継続。はい、はい、今回、作ったサンプルの方が、うん、4種類ありまして、4種類、はい、はい、1つが、GM9050 だけで固めたパターン、うん、9050だけね、はい、うん、それと9050と、GM9028、 これを取材に対して 40% 入れたパターン、うん、だから GM9050 が 100g だったら GM9028 が 40g 入る。はい、それが一つで、もう一つが9028だけので固めたパターン、はいはい、それと、最後に四つ目が、現行品の黒で固めた、はい、その4種類ですね。はい、現行品だけの、はい、タイプ1で固めた黒、はい、黒現行品ね、はい、で9050100% で固めたもの、はい、でそれの黒だから配合比は100:50、はい、の9050の黒、はい、で、9028だけで固めたっていうのもあるわけだよね、はい、で9028で、黒で100:25の配合比、はい、で固めただけのもの、それとラストはハイブリッドの9050と9028で、はい、ハイブリッドで、二液混合で固めたもの、はい、で配合比は9050が100に対して、はい、9028が、うん、40%、40分、うん、ということは予備衝突するとそれを 40% としてる、はい、ね、でその 40% っていうのは算数とか数学の配合比のではなくて、はい、あくまで 140g の取材の、はい、重量に対して、うん、9050が100、はい、で9028が40、合計142のことを 40% タイプで呼ぶということだよね。そういうことです。はいはいはい、わかりました、はい、じゃあそれで一番最初は現行品から、はい、9050から、あ、現行品じゃなくて9050からね、はい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 、だけで固めたパターン、はい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 、9050から固めたやつ、はいはいはい、9050で固めたやつ、はい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 、はい、9050で固めたやつ、はいはい、がこんな感じと。これ温室で50度に設定して固めた。あ、これ50度なの。これ50度です。うん、
うんうんうん、9050ってあの材料的にも結構、うん、売れてるんだよね、はい、売れてるっていうのはこんな長い、うん、あの硬化時間かかってもいろいろ何十キロって発注するところもあるし、極端な話あの化石だとか木管だとかあの、まあ、木管はちょっと分かんないんだけどいろんな用途の中で、表面がアミンブラッシングあんま起こさないで、時間かければあいいあの被膜面ができるからっていう理由かなんか分かんないけど時間がポットライフが長いっていうのは貸し時間も長いから使用時間も長く取れるんだよね。だから硬化剤混ぜ合わせた後も、うん、結構余裕を持って作業ができる。ああそういうことね、あできます、ね、あの焦んなくてもいいってことだね、うん、と俺の光沢感がどうかっつうとこだよね。あとはね、うん、作ったサンプルの中の仕上がりとしてはやっぱ9050が一番綺麗に仕上がった、納得ができるた感じですね、うんうん、そうだね。でこれ、耐候性も比較的良くてあの変色も少ないんだよね。だから、うん、あの黒でも赤でも白でも透明でも変色とか劣化とかし始めるとやっぱり色に対してそれは影響を及ぼすからやっぱり黒でも白でも透明でも、はい、変色が少ない方がそれは有利は有利なんだよね、うん、でこれでマーキングは何かしてあるわけ。これマーキング、そうですね、温調50度以上、あ、温調50度以上ね、かけましたよ、炉の中で固めましたよと、はい、はい、で硬化日数とかなんかはだいたい記録してあるわけ、1日硬化だとかあの3日硬化だとか、これ今回作ったサンプル全部1日硬化ですね。あ、1日硬化ね、24時間硬化ってことね、はい、はいはい、分かりました。じゃあこれはとりあえずは分かりましたと、はい、はい、じゃあちょっとここ横に置いとく、あ、一旦こっちに、あ、袋の中入れちゃう、はい、戻します、はい、ちょっと待って、はい、記録だけ、はい、OK、はい、それで2番目は、2番目はじゃあ9028の方で、あ、9028ね、はい、9028が 100%、 はい、はい、これ9028の、これが9028が 100%、 はい、はい、9028が 100%、 はい、9028が 100% で、これは硬化条件とかなんかあんの？これ硬化条件ですか、うん、あ、そうですね、これも同じように温室50度で、50度でね、固めたやつね、はい、はい、温調品のやつね、あ、これあんまり良くないね、まあ基本9028ってやっぱ発熱するんで、うんうん、基本的に常温で、あ、常温でね、はいはいはい、まあ固めた方が一番仕上がりがいい感じですよね、うん、こっちが常温で固めたパターンです。あ、これ9050って書いてあるよ、え、嘘、あ、すいません、うん、間違えました、うん、うん、これじゃない、これ9028、あ、これ マーキングするときにこれ9028って書かないと、はい、あ、ダメだよね、こっちね、これね、これね、これね、はい、ちょっとこのところに、あ、どっかにこれマジックだけど9028って書いとけば、うん、もう、まあ、間違っちゃわないように、まあ、後ほどに、うん、あ、これが23度 C、 これが常温のパターンですね、うん、ええ、じゃあこれ9028って書いておけば、はい、後ほどに、はい、これ9028、はい、これ常温で固めたやつ、はい、はい、あ、常温で固めた方だけの方がいいわけ、うん、あ、でもちょっと湯じわみたいなのがあるね、そうですね、やっぱ少しだけ、やっぱそして温度管理とか、うん、ええ、そうしたものでやっぱ
仕上がりが左右されちゃうんで結構難しい。あ、そうだね、難しいね、ただ9028はあの透明度というか、うん、応変しにくさで言ったら一番、あ、そうだね、ベストチョイスだね、いいものなんで、うん、これがやっぱり一番変色が少ないやつだもんね、はい、変色が少ないっていうか変色ほとんどしてないぐらいのやつだよね、うん、これやっぱ原料がさあの国産原料がメインだから輸入の心配っていうのがほとんどないよ、うん、うん、タンカーで持ってくるわけじゃないからさ、うん、だから井戸掘りで、採掘してるさ原料が四国角だからさいいと思うよ、はい、うん、でやっぱ紙コップだとテカリは出てるんだね、めちゃめちゃねビカビカにビカビカ出てるんだね、はい、うん、つうことはやっぱ熱伝導もかなり影響してんだね、うん、そうですね、うん、ステンレスは、うん、金属だから熱伝導低いからさ急激に反応するからさ熱奪われる奪われないでさ、うん、断熱する断熱しないでさだいぶ違うんだね、ですね、うん、あとこれフィルム掛け、フィルム掛け、うん、はい、ローデンでもハイデンでもさ、まあローデンだね、ポリエチのさローデンシートでもさ、はい、テフロンシートでもさそこにテフロンシートの巻きがあるでしょ、はい、うん、フィルム掛けするとまるでやっぱ様子違ってくるから、それも一つの手なんかなとは思ってるわけ、うん、だから型で取るとさ、はい、シリコン型なんかでさ型反転するとやっぱすごく良くなるからさ、うん、そういうパターンもありかなって、はい、少しは思ってます、はい、でこれ9028ね、はい、これ9028です、はい、じゃあ戻します、はい、それと9028が終わって、はい、うん、で次がその9028と、9050、あ、ハイブリッドね、ハイブリッド品ですね、はい、少し待ってください、これハイブリッド、これハイブリッド品ですね、はい、これも50度で固めたやつです、あ、50度でね、はい、ハイブリッドの50度、はい、はい、ハイブリッドの50度、はい、9050に9028をハイブリッドで混ぜると、うん、9050みたく、肉厚で、作れてなおかつ硬化時間が早くなる、ああそういうことね、という利点がある、ハイブリッドだから、はい、9050みたいに、はい、加湿時間が確保できて、で固まる速度が9028の固まる速度そのものではないけれど、はい、すっごく速くなりますよと、うん、そうだよね、 40% だから、まあ、ほとんど半分だもんね、そうすると使える時間って、1時間ないでしょ、それぐらいないですね、それぐらい経つともう粘度が高くなる、あ、高くなるね、はい、そうすると加湿時間30分ぐらいか、30分ぐらいって思ってた方がいいね、うん、それぐらいの方がいいです、ね、うん、30分以内ぐらいで固めて、30分以内ぐらいで使い終わる形で、はい、それで、固まるのは圧倒的にもっと早いよと、はい、ね、で光沢感も出る、ある程度、あ、出るね、出ますね、うん、ただあれだね、このアミンブラッシングみたいな油じわみたいなのは、あ、でもあれだね、テカリ感とか試食した感じではあんまりアミンブラッシングのあれはないね、うん、このむしろこれの
ユジュアのこの被膜みたいなやらしさが見えちゃうっつうとこだね。うん、うん、そうですね。今回作ったサンプルの中ではちょっと出来は悪かったという。出来は悪い。悪いです、ね。ああ、なるほど。ええ、この4種類の中では。4種類の中ではね。うん、テカリはいいよ。すごい。ええ、ところどころこのユジワが見えちゃうっつうとこだね。これなんとかしないといけないね。だからこれ多分気泡が固まっちゃってこうなってると思うんですよ、ね。本当かね。多分。うん、本当かね。うん。なんか見た感じ泡みたいなブツブツになってるんで、なんかそんな感じがするんですよ。それは何混ぜる時の？うん、多分。なのかなっていうふうに思ってはいる。そうかね。うん、まああれだね。あの改善余地あれだね、うん、でも効果物としたらこれで、耐候性もいいはずな組成だから、それはそれで工夫次第だね、そうですね、と思いますが、うん、これね90284 ね、はいはいはい、で3つが終わったわけ、はいはい、最後に現行品の黒ですね。あ、現行品の黒ね、はい、はい、失礼します。現行品の黒はこれ、現行品の黒、現行品の黒は申し訳ないんですけど、うん、あの紙コップ の上に垂らしてたパターンはないんですけど。あ、ないのね。そのスプーンだけのタイプ、うんうん、あ、はいはいはい、量が少ないからってこともあるんだ。そうですね、うん、これが現行品の黒、取材 1g に対して硬化剤 0.5、うん、これ 50度の温調、はい、50度温調とかけたパターンです、うんうんうん、はい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 、うん、これいいじゃない、なかなか。そうですね、うん、まあ、作ったパターンの中では9050に並ぶ仕上がり具合で、うん、あ、そう、9050に並ぶ、はい、はいはいはい、どっちがいいの。とそうですね、9050かな。あ、そう、ええ、お、じゃあ硬化スピードが全然違うってことだ。そうですね、硬化スピードで言ったらこちらの方なんですけれども、うん、まあ、仕上がり具合で言ったら、まあ、9050かな。あ、そう、はい、個人的には。あ、そう、お、9050悪いけどスプーンちょっと取ってみてよ、まあ、結構仕上がりが僅差なところはあるんですけどね、うん、ああ、両方ともあれだね、光沢出てんね、めちゃめちゃいい感じ、いい具合に出てますね、うん、そうするとこっちが9050、はい、こっちが9050だよね。そうです。で50度温調で手に持ってるのが翌日には固まってるっつうこと、はい、そうですね、1日温調かけて固まる、また、うん、でこっちが現行品、はい、うん、こっちが現行品、うん、こっちが現行品で、こっちが現行品で、あ、こっち50度温調かけたやつね。両方とも50度温調です。あ、両方とも50度温調ね、はい、うん、あ、ちょっと、うん、あ、これ9050ね、はい、はい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 、まあ、使用したボトルですね、うんうんうん、うん、あ、こっちはボトルのあれはないわけか。そっちはそうですね、ボトルに入れるほどの、ね、量はないからね、入れなかったんで、はい、こっちは100対50、こっちも100対50、うん、だよね、両方とも同じですね、両方とも100対50だもんね、はい、うん、両方とも100対50で、うん、うん、仕上がり感は両方ともいいんだ、やっぱり。うん、現行品もいいね。現行品もいいですね。うん。うん。ただ、耐候性っつうとこだね、うん。あとはね。あとは粘度がまるで違うんだろ？はい。うん。まあ、粘度も違うし、硬化スピードも違う。違うよね。はい。うん。うん。うん。わかった。じゃあ、これさ、ラベルちゃん、ラベルをさ、確認して、で、半分に切ってさ、はい、一本一本さ送ってやるよ、うん、
そうですね、うん、このレポートと一緒に書いて、とりあえず、はい、あの一本一本ものはさ、うん、同じのが2本取れてるからそれはそれで、1本はうちのキープサンプルで、はい、1本は向こうに送るサンプルで、はい、うん、送ってやりましょうね。かしこまりました。それでもうちょっとトライアンドエラーの、うん、テストピース制作を進めるっつパターン。そうです ね今回、うん、やっぱ一番期待していたのが9050と28のパターンでしょうね。もうちょっとそこのところ割合をもう少し少なめにしたりとか。ああ、それが良くないじゃん。そこなんですよね。もう少しそれ問題じゃん。うん、まあそうした問題を見つけるっていうことでもあっての今回の試験なんで、うん、それ言い訳だよ。はい、いいね、はい、うん、いいと思う、うん、OK、 はい、じゃあ継続、はい、はい、今回、作ったサンプルの方が、うん、4種類ありまして、4種類、はい、はい、1つが、GM9050 だけで固めたパターン、うん、9050だけね、はい、うん、それと9050と、GM9028、 これを取材に対して 40% 入れたパターン、うん、だから GM9050 が 100g だったら GM9028 が 40g 入る、はい、それが一つで、もう一つが9028だけので固めたパターン、はいはい、それと、最後に4つ目が、現行品の黒で固めた、はい、その4種類ですね、はい、現行品だけの、はい、タイプ1で固めた黒、はい、黒現行品ね、はい、で9050100%で固めたもの、はい、でそれの黒だから配合比は100対、50の9050の黒、はい、で、9028だけで固めたっていうのもあるわけだよね、はい、で9028で、黒で100対25の配合比で固めただけのもの、はい、それとラストはハイブリッドの9050と9028で、はい、ハイブリッドで、二液混合で固めたもの、はい、で配合比は9050が100に対して、はい、9028が、うん、40%、40分、うん、ということは予備衝突するとそれを 40% としてる、はい、ね、でその 40% っていうのは算数とか数学の配合比のではなくて、はい、あくまで 140g の取材の、はい、重量に対して、うん、9050が100、はい、で9028が40、合計142のことを 40% タイプで呼ぶということだよね。そういうことです。はいはいはい、わかりました、はい、じゃあそれで一番最初は現行品から、はい、はい、9050から、あ、現行品じゃなくて9050からね、はい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 、だけで固めたパターン、はい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 、9050から固めたやつ、はいはいはい、9050で固めたやつ、はい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 、9050で固めたやつ、はいはい、がこんな感じと、これ温室で50度に設定して固めた、あ、これ50度なの、これ50度です、うん、うんうんうん、9050って材料的にも結構、うん、売れてるんだよね、はい、売れてるっていうのはこんな長い、うん、硬化時間かかってもいろいろ何十キロって発注するところもあるし、極端な話
化石だとか木管だとか、まあ、木管はちょっとわかんないんだけど、いろんな用途の中で、表面がアミンブラッシングあんま起こさないで、時間かければいい被膜面ができるからっていう理由かなんかわかんないけど、時間がポットライフが長いっていうのは貸し時間も長いから使用時間も長く取れるんだよね。だから硬化剤混ぜ合わせた後も、うん、結構余裕を持って作業ができる。ああそういうことね。あ、できます、ね、焦んなくてもいいってことだね。うん。とこれの光沢感がどうかっつうとこだよね。あとはね、うん、作ったサンプルの中の仕上がりとしてはやっぱ9050が一番綺麗に仕上がった、納得ができるた感じですね、うんうん、そうだね。でこれ耐候性も比較的良くて変色も少ないんだよね。だから黒でも赤でも白でも透明でも変色とか劣化とかし始めるとやっぱり色に対してそれは影響を及ぼすから、やっぱり黒でも白でも透明でも、はい、変色が少ない方がそれは有利は有利なんだよね、うん、でこれでマーキングは何かしてあるわけ。これマーキング、そうですね、温調50度以上。あ、温調50度以上ね、かけましたよ、炉の中で固めましたよと。はい、はい、で硬化日数とかなんかはだいたい記録してあるわけ。1日硬化だとか3日硬化だとか。これ今回作ったサンプル全部1日硬化ですね。あ、1日硬化ね、24時間硬化ってことね、はい、はいはい、分かりました。じゃあこれはとりあえずは分かりましたと。はい、はい、じゃあちょっとここ横に置いとく。ああ、一旦こっちに。あ、袋の中入れちゃう、はい、戻します。はい、ちょっと待って、はい、記録だけ。はい、オッケー。はい、それで2番目は、2番目はじゃあ9028の方で。あ、9028ね、はい、9028が 100%。 はい、はい、これ9028の、これが9028が 100%。 はい、はい、9028が 100%。 はい、9028が 100% で、これは硬化条件とかなんかあんの。これ硬化条件ですか、うん、ああそうですね、これも同じように温室50度で、50度でね、固めたやつね、はい、はい、温調品のやつね。あ、これあんまり良くないね。まあ基本9028ってやっぱ発熱するんで、うんうん、基本的に常温で。あ、常温でね、はいはいはい、まあ、固めた方が一番仕上がりがいい感じですよね、うん、こっちが常温で固めたパターンです。あ、これ9050って書いてある。え、嘘、あ、すいません、うん、間違えました、うんうん、これじゃない、これ9028。あ、これ マーキングするときにこれ9028って書かないと、はい、あ、ダメだよね。こっちね、これね、これね、これね、はい、ちょっとこのところに、あ、どっかにこれマジックだけど9028って書いとけば、うん、もう、まあ、間違っちゃわないように、まあ、後ほどに、ええ、うん、あ、これが23度 C、 これが常温のパターンですね、うん、ええ、じゃあこれ9028って書いとけば、はい、後ほどに、うん、はい、これ9028、はい、これ常温で固めたやつ、はい、はい、あ、常温で固めた方だけの方がいいわけ。うん、あ、でもちょっと湯じわみたいなのがあるね。そうですね、やっぱ少しだけ、やっぱそして温度管理とか、うん、そうしたものでやっぱ仕上がりが左右されちゃうんで結構難しい、ね、あ、そうだね、難しいね、ただ9028は透明度というか黄変しにくさでいったら一番、うん、あ、そうだね、ベストチョイスだね、いいものなんで、うん、これがやっぱり一番変色が少ないやつだもんね、はい、変色が少ないっていうか変色ほとんどしてないぐらいのやつだよね、うん、これやっぱ原料がさ
あの国産原料がメインだから、輸入の心配っていうのがほとんどないよ。うん、うん、タンカーで持ってくるわけじゃないからさ、うん、だから井戸掘りで、うん、採掘してるさ原料が四国角だからさいいと思うよ、はい、うん、でやっぱ紙コップだとテカリは出てるんだね、めちゃめちゃねビカビカにビカビカ出てるんだね、はい、うん、つうことはやっぱ熱伝導もかなり影響してんだね、うん、そうですね、うん、ステンレスは、うん、金属だから熱伝導低いからさ急激に反応するからさ、うん、熱奪われる奪われないでさ、うん、断熱する断熱しないでさだいぶ違うんだね、ですね、うん、あとこれフィルム掛け、フィルム掛け、うん、はい、ローデンでもハイデンでもさ、まあローデンだね、ポリエチのさローデンシートでもさ、はい、テフロンシートでもさそこにテフロンシートの巻きがあるでしょ、はい、うん、フィルム掛けすると、まるでやっぱ様子違ってくるから、それも一つの手なんかなとは思ってるわけ、うん、だから型で取るとさ、はい、シリコン型なんかでさ型反転するとやっぱすごく良くなるからさ、うん、そういうパターンもありかなって、はい、少しは思ってます、はい、でこれ9028ね、はい、これ9028です、はい、じゃあ戻します、はい、それと9028が終わって、はい、うん、で次がその9028と、9050、あ、ハイブリッドね、ハイブリッド品ですね、はい、少し待ってください、これハイブリッド、これハイブリッド品ですね、はい、これも50度で固めたやつです、あ、50度でね、はい、ハイブリッドの50度、はい、はい、ハイブリッドの50度、はい、9050に9028をハイブリッドで混ぜると、うん、9050みたく、うん、肉厚で、作れてなおかつ硬化時間が早くなる、あ、そういうことね、という利点がある、ハイブリッドだから、はい、9050みたいに、はい、加湿時間が確保できて、で固まる速度が9028の固まる速度そのものではないけれど、はい、すごく速くなりますよと、うん、そうだよね、 40% だから、まあ、ほとんど半分だもんね、そうすると使える時間って、1時間ないでしょ、それぐらいないですね、それぐらい経つともう粘度が高くなる、あ、高くなるね、はい、そうすると加湿時間30分ぐらいか、30分ぐらいって思ってた方がいいね、うん、それぐらいの方がいいです、ね、うん、30分以内ぐらいで固めて、30分以内ぐらいで使い終わる形で、はい、それで、固まるのは圧倒的にもっと早いよと、はい、ね、で光沢感も出る、ある程度、あ、出るね、出ますね、うん、ただあれだね、このアミンブラッシングみたいな油じわみたいなのは、あ、でもあれだね、テカリ感とか試食した感じではあんまりアミンブラッシングのあれはないね、うん、このむしろこれの油じわのこの皮膜みたいなやらしさが見えちゃうっつうとこだね、うん、うん、そうですね、今回作ったサンプルの中ではちょっと出来は悪かった、出来は悪い、悪いです、ね、ああ、なるほど、ええ、この4種類の中では、4種類の中ではね、うん、テカリはいいよ、すごい、ところどころこの湯じわが見えちゃうっつうとこだね、うん、
これなんとかしないといけないね。だからこれ多分気泡が固まっちゃってこうなってると思うんですよ、ね、そんとかね多分、うん、そんとかね。うん、なんか見た感じ泡みたいなブツブツになってるんでなんかそんな感じがするんです。それは何混ぜる時のうん多分なのかなっていうふうに思ってはいる。そうかね。うん、まああれだね、あの改善余地あれだね、うん、でも効果物としたらこれで、耐候性もいいはずな組成だから、それはそれで工夫次第だね、うん、そうですねと思いますが、うん、これね90284 0%ね、はいはいはい、で3つが終わったわけ。はいはい、最後に現行品の黒ですね。あ、現行品の黒ね、はい、はい、失礼します。現行品の黒はこれ、現行品の黒、現行品の黒は申し訳ないんですけど、はい、あの紙コップ の, あの上に垂らしてはパターンはないんですけど。あ、ないのね。そのスプーンだけのタイプ、うんうんうん、ああ、はいはい、はい、量が少ないからってこともあるんだ。そうですね、うん、これが現行品の黒、あの、うん、取材 1g に対して硬化剤 0.5、うん、これ 50度の温調、はい、50度温調とかけたパターンです、うんうんうん、はい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 、うん、これいいじゃない、なかなか。そうですね、うん、まあ作ったパターンの中では9050に並ぶ、うん、仕上がり具合で。あ、そう、9050に並ぶ、はい、はいはいはい、どっちがいいの。とそうですね、9050かな。あ、そう、ええ、お、じゃあ硬化スピードは全然違うってことだ。そうですね、硬化スピードで言ったらこちらの方なんですけれども、うん、まあ仕上がり具合で言ったら、まあ、9050かな。あ、そう、はい、個人的には。あ、そう、9050悪いけどスプーンちょっと取ってみてよ、まあ、結構仕上がりが僅差なところはあるんですけどね、うん、ああ両方ともあれだね、硬く出てんね、めちゃめちゃいい感じ、いい具合に出てますね。うん、そうするとこっちが9050、はい、こっちが9050だよね。そうです。で50度温調で手に持ってるのが翌日には固まってるっつうこと、はい、そうですね、1日あの温調かけて固まるパターン、うん、でこっちが現行品、はい、うん、こっちが現行品、うん、こっちが現行品で、こっちが現行品で、あ、こっち50度温調かけたやつね。両方とも50度温調です。あ、両方とも50度温調ね、はい、うん、あ、ちょっと、うん、あ、これ9050ね、はい、はい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 、まあ、使用したボトルですね。うんうんうん、うん、あ、こっちはボトルのあれはないわけか。そっちはそうですね、ボトルに入れるほどの、ね、量はないからね、入れなかったんで、はい、こっちは100対50、こっちも100対50、うん、だよね、両方とも同じですね、両方とも100対50だもんね、はい、うん、両方とも100対50で、うん、うん、仕上がり感は両方ともいいんだやっぱり。うん、現行品もいいね。現行品もいいですね。うん。うん。ただ、耐候性っつうとこだね、うん。あとはね。あとは粘度がまるで違うんだろ？はい。うん。まあ、粘度も違うし、硬化スピードも違う。違うよね。はい。うん。うん。うん。わかった。じゃあ、これさ、ラベルちゃん、ラベルをさ、確認して、で、半分に切ってさ、はい、一本一本さ、うん、送ってやるよ。そうですね、うん、このレポートと一緒に書いて、とりあえず、はい、一本一本ものはさ、うん、同じのが2本取れてるから、それはそれで1本はうちのキープサンプルで、はい、1本は向こうに送るサンプルで、はい、うん、送ってやりましょうね。かしこまりました。それでもうちょっとトライアンドエラーの、
テストピース制作を進めるっつパターン。そうですね。ね、今回、うん、やっぱ一番期待していたのが9050と28のパターンでしょうね。そうだよ、うん、もうちょっとそこのところ割合をもう少し少なめにしたりとか。ああ、それが良くないじゃん。そこなんですよね。もう少し それ問題じゃん。うん、まあそうした問題を見つけるっていうことでもあっての今回の試験なんで、うん、それ言い訳だよ。はい、いいね、はい、うん、いいと思う、うん、OK、 はい、じゃあ継続、はい、はい、今回、作ったサンプルの方が、うん、4種類ありまして、4種類、はい、はい、1つが、GM9050 だけで固めたパターン、うん、9050だけね、はい、うん、それと9050と、GM9028、 これを取材に対して 40% 入れたパターン、うん、だから GM9050 が 100g だったら GM9028 が 40g 入る、はい、それが一つで、もう一つが9028だけので固めたパターン、はいはい、それと、最後に4つ目が、現行品の黒で固めた、はいはい、その4種類ですね、はい、現行品だけの、はい、タイプ1で固めた黒、はい、黒現行品ね、はい、で9050100%で固めたもの、はい、でそれの黒だから配合比は100対、50の9050の黒、はい、で、9028だけで固めたっていうのもあるわけだよね、はい、で9028で、黒で100対25の配合比で固めただけのもの、はい、それとラストはハイブリッドの9050と9028で、はい、ハイブリッドで、二液混合で固めたもの、はい、で配合比は9050が100に対して、はい、9028が、うん、40%、40分、うん、ということは予備衝突するとそれを 40% としてる、はい、ね、でその 40% っていうのは算数とか数学の配合比のではなくて、はい、あくまで 140g の取材の、はい、重量に対して、うん、9050が100、はい、で9028が40、合計142のことを 40% タイプで呼ぶということだよね。そういうことです。はいはいはい、わかりました、はい、じゃあそれで一番最初は現行品から、はい、9050から、あ、現行品じゃなくて9050からね、はい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 、だけで固めたパターン、はい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 、9050から固めたやつ、はいはいはい、9050で固めたやつ、はい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 、9050で固めたやつ、はいはい、がこんな感じと、これ温室で50度に設定して固めた、あ、これ50度なの、これ50度です、うんうんうん、9050って材料的にも結構、うん、売れてるんだよね、はい、売れてるっていうのはこんな長い、うん、硬化時間かかってもいろいろ何十キロって発注するところもあるし、極端な話化石だとか木管だとかまあ、木管はちょっと分かんないんだけど、いろんな用途の中で、表面がアミンブラッシングあんま起こさないで、時間かければ、いい、被膜面ができるから、という理由かなんか分かんないけど、時間が、ポットライフが長いっていうのは、
貸し時間も長いから使用時間も長く取れるんだよね。だから硬化剤混ぜ合わせた後も、うん、結構余裕を持って作業ができる。ああそういうことね、あできます、ね、焦んなくてもいいってことだね、うん。とこれの光沢感がどうかっつうとこだよね、あとはね、うん。作ったサンプルの中の仕上がりとしてはやっぱ9050が一番綺麗に仕上がった感じですね、うんうん、そうだね。でこれ、耐候性も比較的良くて変色も少ないんだよね。だから、うん、黒でも赤でも白でも透明でも変色とか劣化とかし始めるとやっぱり色に対してそれは影響を及ぼすから、やっぱり黒でも白でも透明でも、はい、変色が少ない方がそれは有利は有利なんだよね、うん。でこれでマーキングは何かしてあるわけ？これマーキング？そうですね、温調50度以上。あ、温調50度以上ね、かけましたよ、炉の中で固めましたよと。はいはい。で硬化日数とかなんかはだいたい記録してあるわけ？1日硬化だとか3日硬化だとか。これ今回作ったサンプル全部1日硬化ですね。あ、1日硬化ね、24時間硬化ってことね、はい、はいはいはい、分かりました。じゃあこれはとりあえずは分かりましたと、はい、はい。じゃあちょっとここ横に置いとく？ああ一旦こっちに。あ、袋の中入れちゃう、はい、戻します。はい、ちょっと待って、はい、記録だけ。はい、オッケー。はい、それで2番目は、2番目はじゃあ9028の方で。あ、9028ね、はい、9028が 100%、 はい、はい、これ9028の 100%。 これが9028が 100%、 はい、はい、9028が 100%、 はい、9028が 100% で、これは硬化条件とかなんかあんの？これ硬化条件ですか、うん、ああそうですね、これも同じように温室50度で、50度でね、固めたやつね、はい、はい、温調品のやつね。あ、これあんまり良くないね。まあ基本9028ってやっぱ発熱するんで、うんうん、基本的に常温で。あ、常温でね、はいはいはい。まあ固めた方が一番仕上がりがいい感じですよね、うん、こっちが常温で固めたパターンです。あ、これ9050って書いてある。え、嘘。あ、すいません、うん、間違えました。うん、うん、これじゃない、これ9028。あ、これ マーキングするときにこれ9028って書かないと、はい、ダメだよね。こっちね、これね、これね、これね、はい、ちょっとここのところに、あ、どっかにこれマジックだけど9028って書いとけば、うん、もう間違っちゃわないように、まあ、後ほどに、ええ、うん。あ、これが23度 C、 これが常温のパターンですね、うん、ええ、じゃあこれ9028って書いとけば、はい、後ほどに、うん、はい、これ9028、はい、これ常温で固めたやつ、はい、はい、あ、常温で固めた方だけの方がいいわけ、うん、あ、でもちょっと湯じわみたいなのがあるね。そうですね、やっぱ少しだけ、やっぱそして温度管理とか、うん、そうしたものでやっぱ仕上がりが左右されちゃうんで結構難しい。あ、そうだね、難しいね、ただ9028は透明度というか、うん、黄変しにくさでいったら一番、あ、そうだね、ベストチョイスだね、いいものなんで、うん、これがやっぱ一番変色が少ないやつだもんね、はい、変色が少ないっていうか変色ほとんどしてないぐらいのやつだよね、うん、これやっぱ原料がさ国産原料がメインだからお輸入の心配っていうのがほとんどないよ、うん、うん、タンカーで持ってくるわけじゃないからさ、うん、だから井戸掘りで、うん、採掘してるさ原料が四国角だからさいいと思うよ、はい、うん、
で、やっぱ紙コップだとテカリは出てるんだね。めちゃめちゃね。ビカビカに。ビカビカ出てるんだね。はい。うん。つうことは、やっぱ熱伝導もかなり影響してんだね。うん、そうですね。うん。ステンレスは、うん、あの金属だから熱伝導低いからさ、あの急激に反応するからさ、熱奪われる奪われないでさ、断熱する断熱しないでさ、だいぶ違うんだね。ですね。うん、あとこれフィルム掛け。フィルム掛け。うん。はい。ローデンでもハイデンでもさ、まあローデンだね。あのポリエチのさ、ローデンシートでもさ、はい、テフロンシートでもさ、そこにテフロンシートの巻きがあるでしょ。はい。うん。フィルム掛けすると。まるでやっぱ様子違ってくるから、それも一つの手なんかなとは思ってるわけ。うん。だから型で取るとさ、はい、シリコン型なんかでさ、型反転するとやっぱすごく良くなるからさ、うん、うん。そういうパターンもありかなって、はい、少しは思ってます。はい。はい、でこれ9028ね。はい。これ9028です。はい。じゃあ戻します。はい。それと9028が終わって、はい、うん、で次がその9028と、9050、あ、ハイブリッドね。ハイブリッド品ですね。はい、少し待ってください。これハイブリッド、これハイブリッド品ですね。はい、これも50度で固めたやつです。あ、50度でね、はい、ハイブリッドの50度。はい、はい、ハイブリッドの50度、はい、9050に9028をハイブリッドで混ぜると、うん、9050みたく、うん、肉厚で、作れてなおかつ硬化時間が早くなる。ああ、そういうことね。という利点がある。ハイブリッドだから、はい、9050みたいに、はい、加湿時間が確保できて、で固まる速度が9028の固まる速度そのものではないけれど、はい、すごく速くなりますよと、うん、そうだよね。 40% だから、まあ、ほとんど半分だもんね。そうすると使える時間って、1時間ないでしょ。それぐらいないですね。それぐらい経つともう粘度が高くなる。あ、高くなるね、はい、そうすると加湿時間は30分ぐらいか。30分ぐらいって思ってた方がいいね、うん、それぐらいの方がいいです、ね、うん、30分以内ぐらいで固めて、30分以内ぐらいで使い終わる形で、はい、それで、固まるのは圧倒的にもっと早いよと、はい、ね、で光沢感も出る、ある程度。あ、出るね。出ますね、うん、ただあれだね、このアミンブラッシングみたいな、あの湯じわみたいなのは、あ、でもあれだね、テカリ感とか試食した感じではあんまりアミンブラッシングのあれはないね、うん、このむしろこれの湯じわのこの皮膜みたいなやらしさが見えちゃうっつうとこだね、うん、うん、そうですね。今回作ったサンプルの中ではちょっと出来は悪かった。出来は悪い。悪いです、ね。ああ、なるほど。ええ、この4種類の中では。4種類の中ではね。うん、テカリはいいよ。すっごい。ところどころこの湯じわが見えちゃうっつうとこだね。これなんとかしないといけないね。だからこれ多分気泡が固まっちゃってこうなってると思うんですよ、ね。そんとかね。多分。うん、そんとかね。うん。なんか見た感じ泡みたいなブツブツ。なってるんで、なんかそんな感じはするんですよ。それは何、混ぜる時の？多分なのかなっていうふうに思ってはいる。そうかね。うん、まああれだね、
あの改善余地あるよね、うん、でも効果物としたらこれで、耐候性もいいはずな組成だから、それはそれで工夫次第だね、うん、そうですねと思いますが、うん、これね90284 0%ね、はいはいはい、で3つが終わったわけ、はいはい、最後に現行品の黒ですね。あ、現行品の黒ね、はい、はい、失礼します。現行品の黒はこれ、現行品の黒、現行品の黒は申し訳ないんですけど、はい、あの紙コップ の, あの上に垂らしてあるパターンはないんですか。あ、ないのね。そのスプーンだけのタイプ、うんうん、ああ、はいはい、はい、量が少ないからってこともあるんだ。そうですね、うん、これが現行品の黒、あの、うん、取材 1g に対して硬化剤 0.5、うん、これ 50度の温調、はい、50度温調とかけたパターンです、うんうんうん、はいはいはい、はい、うん、これいいじゃない、なかなか。そうですね、うん、まあ、作ったパターンの中では9050に並ぶ仕上がり具合で、あ、そう、9050に並ぶ、はい、はいはいはい、どっちがいいの。そうですね、9050かな。あ、そう、ええ、あ、じゃあ硬化スピードは全然違うってことだ。そうですね、硬化スピードで言ったらこちらの方なんですけれども、うん、まあ、仕上がり具合で言ったら、まあ、9050かな。あ、そう、はい、個人的には。あ、そう、うん、9050悪いけどスプーンちょっと取ってみてよ。まあ、結構仕上がりが僅差なところはあるんですけどね、うん、ああ両ともあれだね、光沢出てんね、めちゃめちゃいい感じ、いい具合に出てますね、うん、そうするとこっちが9050、こっちが9050だよね。そうです。で、50度温調で、手に持ってるのが翌日には固まってるってこと、はい、そうですね。1日あの温調かけて固まるパターン。うん。で、こっちが、現行品。はい。うん。こっちが現行品。うん。こっちが現行品で、こっちが現行品で、あ、こっち50度音調かけたやつね。両方とも50度音調です。あ、両方とも50度音調ね、はい、うん、ちょっと、うん、あ、これ9050ね、はい、はい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 、まあ、使用したボトルですね、うんうんうん、うん、じゃあ、あ、こっちはボトルのあれはないわけか。そっちはそうですね、ボトルに入れるほどの、ね、量はないからね、入れなかったんで、はい、こっちは100対50、こっちも100対50、うん、だよね、両方とも同じですね、両方とも100対50だもんね、はい、うん、両方とも100対50で、うん、うん、仕上がり感は両方ともいいんだやっぱり、うん、現行品もいいね、現行品もいいですね、うん、うん、ただ耐候性っつうとこだね、うん、あとはね、あとは粘度がまるで違うんだろう、はい、うん、まあ粘度も違うし硬化スピードも違う、違うよね、はい、うんうん、うん、分かった。じゃあこれさ、ラベルちゃん、ラベルをさ、あの確認して、うん、で、半分に切ってさ、はい、一本一本さ送ってやるよ、うん、そうですね、うん、このレポートと一緒に書いて、とりあえず、はい、一本一本ものはさ、うん、同じのが2本取れてるからそれはそれで、1本はうちのキープサンプルで、はい、1本は向こうに、まあ、送るサンプルで、はい、うん、送ってやりましょうね。かしこまりました。それでもうちょっとトライアンドエラーの、うん、テストピース制作を進めるっつパターン。そうです ね今回、うん、やっぱ一番期待していたのが9050と28のパターンでしたので、そうだよ、うん、もうちょっとそこのところを割合をもう少し少なめにしたりとか。ああ、それが良くないじゃん、そこなんですよね。もう少し それ問題じゃん。まあそうした問題を見つけるっていうことでもあっての、うん、今回の試験なんで、それ言い訳だよ。ああ、はい、
いいね、はい、うん、いいと思う、うん、OK、 はい、じゃあ継続、はい、はい、ただ耐候性っつうとこだね、あとはね、あとは粘度がまるで違うんだろう、はい、うん、まあ粘度も違うし硬化スピードも違う、違うよね、はい、うんうん、うん、分かった。じゃあこれさ、ラベルちゃん、ラベルをさ、あの確認して、で、半分に切ってさ、はい、一本一本さ送ってやるよ、うん、そうですね、うん、このレポートと一緒に書いて、とりあえず、はい、一本一本、ものはさ、うん、同じのが2本取れてるからそれはそれで、1本はうちのキープサンプルで、はい、1本は向こうに、まあ、送るサンプルで、はい、うん、送ってやりましょうね。かしこまりました。それでもうちょっと、トライアンドエラーの、うん、テストピース制作を進めるっつパターン、そうです ね今回、うん、やっぱ一番期待していたのが9050と28のパターンでしょう、ね、そうだよ、うん、もうちょっとそこのところ割合をもう少し少なめにしたりとかああ、それが良くないじゃん、そこなんですよね、もう少し それ問題じゃん、まあそうした問題を見つけるっていうことでもあっての、うん、今回の試験なんで、それ言い訳だよ、はい、いいね、はい、うん、いいと思う、うん、OK、 はい、じゃあ継続、はい、はい、今回、作ったサンプルの方が、うん、4種類ありまして、4種類、はい、はい、1つが、GM9050 だけで固めたパターン、うん、9050だけね、はい、うん、それと9050と、GM9028、 これを取材に対して 40% 入れたパターン、うん、だから GM9050 が 100g だったら GM9028 が 40g 入る、はい、それが一つで、もう一つが9028だけので固めたパターン、はいはい、それと、最後に4つ目が、現行品の黒で固めた、はいはい、その4種類ですね、はい、現行品だけの、はい、タイプ1で固めた黒、はい、黒、現行品ね、はい、で9050100%で固めたもの、はい、でそれの黒だから配合比は100対、50の9050の黒、はい、で9028だけで固めたっていうのもあるわけだよね、はい、で9028で、黒で100対25の配合比で固めただけのもの、はい、それとラストはハイブリッドの9050と9028で、はい、ハイブリッドで二液混合で固めたもの、はい、で配合比は9050が100に対して、はい、9028が、うん、40%、40分、うん、ということは予備消毒するとそれを 40% としてる、はい、ね、でその 40% っていうのは算数とか数学の配合比のではなくて、はい、あくまで 140g の取材の、はい、重量に対して、うん、9050が100、はい、で9028が40、合計140のことを 40% タイプ呼ぶということだよね。そういうことです。はいはいはい、わかりました、はい、じゃあそれで一番最初は現行品から、はい、はい、9050から、あ、現行品じゃなくて9050からね、はい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 、だけで固めたパターン、はい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 、9050から固めたやつ、はいはいはい、9050で固めたやつ、はい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 、
9050で固めたやつ、はい、はい、がこんな感じと。これあの温室で50度に設定して固めた。あ、これ50度なの？これ50度です。うん、ほんほんほん。9050ってあの材料的にも結構、うん、売れてるんだよね、はい、売れてるっていうのはこんな長い、うん、あの硬化時間かかってもいろいろ何十キロって発注するところもあるし、極端な話あの化石だとか木管だとかあの、まあ、木管はちょっと分かんないんだけど、いろんな用途の中で、表面がアミンブラッシングあんま起こさないで、時間かければ、いい、被膜面ができるから、という理由かなんか分かんないけど、時間が、ポットライフが長いっていうのは、貸し時間も長いから、使用時間も、長く取れるんだよね。だから硬化剤混ぜ合わせた後も、うん、結構余裕を持って作業ができる。ああそういうことね。あ、できます、ね。焦んなくてもいいってことだね。うん。と、これの光沢感がどうかっつうとこだよね。あとはね。うん。作ったサンプルの中の仕上がりとしてはやっぱ9050が一番綺麗に、ある程度いい。納得ができる。だ感じですね。うんうん、そうだね。でこれ耐候性も比較的良くて変色も少ないんだよね。だから黒でも赤でも白でも透明でも変色とか劣化とかし始めるとやっぱり色に対してそれは影響を及ぼすからやっぱり黒でも白でも透明でも。はい。変色が少ない方がそれは有利は有利なんだよね。うん。でこれでマーキングは何かしてあるわけ？これマーキング？そうですね。温調50度以上。あ、温調50度以上ね。かけましたよ。炉の中で固めましたよと。はい。はい。で硬化日数とかなんかはだいたい記録してあるわけ？1日硬化だとか3日硬化だとか。これ今回作ったサンプル全部1日効果ですね。ああ1日効果ね、24時間効果ってことね、はい、はいはいはい、分かりました。じゃあこれはとりあえずは分かりましたと、はい、はい、じゃあちょっとここ横に置いとく。ああ一旦こっちに。あ袋の中入れちゃう、はい、戻します。はい、ちょっと待って、はい、記録だけ。はい OK。 はい、それで2番目は2番目はじゃあ9028の方で。あ9028ね、はい、9028が 100%、 はい、はい、これ9028が 100%、 これが9028が 100%、 はい、はい、9028が 100%、 はい、9028が 100% で、これは硬化条件とかなんかあんの？これ硬化条件ですか？うん、あそうですね。これも同じように温室50度で。50度でね、固めたやつね。はい。はい。温調品のやつね。あ、これあんまり良くないね。まあ、基本9028ってやっぱ発熱するんで、うんうん、基本的に常温で。あ、常温でね。はいはいはい。まあ、固めた方が。一番仕上がりがいい感じですよね、うん、こっちが常温で固めたパターンです。あ、これ9050って書いてある。え、嘘。あ、すいません、うん、間違えました。うん、うん、これじゃない、これ9028。あ、これ マーキングするときにこれ9028って書かないと、はい、あ、ダメだよね。こっちね、これね、これね、これね、はい、ちょっとこのところに、あ、どっかにこれマジックだけど9028って書いとけば、うん、もう間違っちゃわないように、まあ、後ほどに、ええ、うん、あ、これが23度 C、 これが常温のパターンですね、うん、ええ、じゃあこれ9028って書いとけば、はい、後ほどに、うん、はい、これ9028、はい、これ常温で固めたやつ、はい、はい、あ、常温で固めた方だけの方がいいわけ。
うん、あでもちょっとゆじわみたいなのがあるね。そうですね、やっぱ少しだけ、やっぱそしてあの温度管理とか、うん、そうしたものでやっぱ仕上がりが左右されちゃうんで結構難しい。あ、そうだね、難しいね。ただ9028はあの透明度というか、うん、黄変しにくさでいったら一番、あそうだね、ベストチョイスだね、いいものなんで、うん、これがやっぱり一番変色が少ないやつだもんね、はい、変色が少ないっていうか変色ほとんどしてないぐらいのやつだよね、うん、これやっぱ原料がさあの国産原料がメインだからお輸入の心配っていうのがほとんどないよ、うんうん、タンカーで持ってくるわけじゃないからさ、うん、だから井戸掘りで、うん、採掘してるさ原料が四国角だからさいいと思うよ、はい、うん、でやっぱ紙コップだとテカリは出てるんだね、めちゃめちゃね、ビカビカにビカビカ出てるんだね、はい、うん、つうことはやっぱ熱伝導もかなり影響してんだね。うん、そうですね、うん、ステンレスは、うん、金属だから熱伝導低いからさ急激に反応するからさ、うん、熱奪われる奪われないでさ、うん、断熱する断熱しないでさだいぶ違うんだね。ですね、うん、あとこれフィルム掛け、フィルム掛け、うん、はい、ローデンでもハイデンでもさ、まあローデンだね、ポリエチのさローデンシートでもさ、はい、テフロンシートでもさそこにテフロンシートの巻きがあるでしょ、はい、うん、フィルム掛けするとまるでやっぱ様子違ってくるから、それも一つの手なんかなとは思ってるわけ、うん、だから型で取るとさ、はい、シリコン型なんかでさ型反転するとやっぱすごく良くなるからさ、うん、そういうパターンもありかなって、はい、少しは思ってます、はい、でこれ9028ね、はい、これ9028です、はい、じゃあ戻します、はい、それと9028が終わって、はい、うん、で次がその9028と、9050、あハイブリッドね、ハイブリッド品ですね、はい、少し待ってください。これハイブリッド、これハイブリッド品ですね、はい、これも50度で固めたやつです。あ50度でね、はい、ハイブリッドの50度、はい、はい、ハイブリッドの50度、はい、9050に9028をハイブリッドで混ぜると、うん、9050みたく、うん、肉厚で、作れてなおかつ効果時間が早くなる、ああそういうことね、という利点がハイブリッドだから、はい、9050みたいに、はい、加湿時間が確保できて、で固まる速度が9028の固まる速度そのものではないけれど、はい、すごく速くなりますよと、うん、そうだよね、 40% だから、まあ、ほとんど半分だもんね。そうすると使える時間って、1時間ないでしょ。それぐらいないですね、それぐらい経つともう粘度が高くなる、あ高くなるね、はい、そうすると加湿時間30分ぐらいか、30分ぐらいって思ってた方がいいね、うん、それぐらいの方がいいです、ね、うん、30分以内ぐらいで固めて、30分以内ぐらいで使い終わる形で、はい、それで、固まるのは圧倒的にもっと早いよと、はい、ね、で光沢感も出る、ある程度、あ出るね、出ますね、うん、ただあれだね、このアミンブラッシングみたいなゆじわみたいなのは、あでもあれだね、テカリ感とか
試食した感じではあんまりアミンブラッシングのあれはないね、うんうん、このむしろこれのユジュアのこの皮膜みたいなやらしさが見えちゃうっつうとこだね、うんうん、そうですね。今回作ったサンプルの中ではちょっと出来は悪かった。出来は悪い。悪いです、ね、ああなるほど、ええ、この4種類の中では4種類の中ではね、うん、テカリはいいよすっごい、ええ、ところどころこのユジュアが見えちゃうっつうとこだね、うん、これなんとかしないといけないね。だからこれ多分気泡が固まっちゃってこうなってると思うんですよ、ね、そんとかね多分、うん、そんとかね。うん、なんか見た感じ泡みたいなブツブツになってるんでなんかそんな感じはするんです。 それは何混ぜる時のうーん多分なのかなっていうふうに思ってはいる。そうかね、うん、まああれだね、あの改善余地あれだね、うん、でも効果物としたらこれで耐候性もいいはずな組成だから、それはそれで工夫次第だね、うん、そうですねと思いますが、うん、これね90284 ね、はいはいはい、で3つが終わったわけ。はい、はい、最後に現行品の黒ですね。あ、現行品の黒ね、はい、はい、失礼します。現行品の黒だ。現行品の黒。現行品の黒は申し訳ないんですけど、うん、あの紙コップ の, あの上に垂らしてはパターンはないんですけど。あ、ないのね。そのスプーンだけのタイプ、うんうん、ああ、はいはい、はい。量が少ないからってこともあるんだ。そうですね。うん、これが現行品の黒、取材 1g に対して硬化剤 0.5、うん。これ 50度の温調？はい、50度温調とかけたパターンです。うんうんうん、はい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 、うん。これいいじゃない、なかなか。そうですね。うん、まあ、作ったパターンの中では9050に並ぶ仕上がり具合で。あ、そう、9050に並ぶ、はい、はいはいはい。どっちがいいの？そうですね、9050かな。あ、そう、ええ、あ、じゃあ硬化スピードは全然違うってことだ。そうですね、硬化スピードで言ったらこちらの方なんですけれども、うんうん、まあ、仕上がり具合で言ったら、まあ、9050かな。あ、そう、はい、個人的には。あ、そう、うん、9050悪いけどスプーンちょっと取ってみてよ。まあ、結構仕上がりが僅差なところはあるんですけどね、うん、両方ともあれだね、光沢出てんね、めちゃめちゃいい感じ、いい具合に出てますね。うん、そうするとこっちが9050、こっちが9050だよね。そうです。で、50度温調で、手に持ってるのが翌日には固まってるってこと、はい、そうですね。1日温調かけて固まる、また、うん。で、こっちが、現行品。はい、うん。こっちが現行品。うん。こっちが現行品で、こっちが現行品で、あ、こっち50度音調かけたやつね。両方とも50度音調です。あ、両方とも50度音調ね、はい、うん、ちょっと、うん、あ、これ9050ね、はい、はい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 、まあ、使用したボトルですね。うん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 、じゃあ、あ、こっちはボトルのあれはないわけか。そっちはそうですね、ボトルに入れるほどの、ね、量はないからね、入れなかったんで、はい、こっちは100:50、こっちも100:50、うん、だよね、両方とも同じですね、両方とも100:50だもんね、はい、うん、両方とも100:50で、うん、うん、仕上がり感は両方ともいいんだやっぱり。うん、現行品もいいね。現行品もいいですね。うん。うん。ただ、耐候性っつうとこだね、うん。あとはね。あとは粘度がまるで違うんだろ？はい。うん。まあ、粘度も違うし、硬化スピードも違う。違うよね。はい。うん。うん。うん。わかった。じゃあ、これさ、ラベルをさ、
あの確認して、で、半分に切ってさ、はい、一本一本さ、送ってやるよ。うん、そうですね。うん、このレポートと一緒に書いて、とりあえず、はい、一本一本、ものはさ、同じのが2本取れてるから、それはそれで、1本はうちのキープサンプルで、はい、1本は、向こうに送るサンプルで、はい、うん、送ってやりましょう。ね。かしこまりました。それで、もうちょっと、トライアンドエラーの、うん、テストピース制作を進めるっつパターン。そうですね。ね、今回、うん、やっぱ一番期待していたのが9050と28のパターンでしたので、そうだよ、うん、もうちょっとそこのところ割合をもう少し少なめにしたりとか、ああ、それが良くないじゃん。そこなんですよね。もう少し それ問題じゃん。まあそうした問題を見つけるっていうことでもあっての今回の試験なので、うん、それ言い訳だよ。はい、いいね。はい、うん、いいと思う。うん、OK。 はい、じゃあ継続。はい、はい、今回、作ったサンプルの方が、うん、4種類ありまして、4種類、はい、はい、1つが、GM9050 だけで固めたパターン、うん、9050だけね、はい、うん、それと9050と、GM9028、 これを取材に対して 40% 入れたパターン、うん、だから GM9050 が 100g だったら GM9028 が 40g 入る、はい、それが一つで、もう一つが9028だけので固めたパターン、はいはい、それと、最後に四つ目が、現行品の黒で固めた、はい、その4種類ですね、はい、現行品だけの、はい、タイプ1で固めた黒、はい、黒現行品ね、はい、で9050100%で固めたもの、はい、でそれの黒だから配合比は100対、50の9050の黒、はい、で9028だけで固めたっていうのもあるわけだよね、はい、で9028で、黒で100対25の配合比で固めただけのもの、はい、それとラストはハイブリッドの9050と9028で、はい、ハイブリッドで二液混合で固めたもの、はい、で配合比は9050が100に対して9028が、はい、40%、40分、うん、ということは予備消毒するとそれを 40% としてる、はいね、でその 40% っていうのは算数とか数学の配合比のではなくて、はい、あくまで 140g の取材の、はい、重量に対して、うん、9050が100、はい、で9028が40、合計142のことを 40% タイプ呼ぶということだよね。そういうことです。はいはいはい、わかりました、はい、じゃあそれで一番最初は現行品から、はい、はい、9050から、あ、現行品じゃなくて9050からね、はい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 、だけで固めたパターン、はい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 、9050から固めたやつ、はいはいはい、9050で固めたやつ、はい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 、9050で固めたやつ、はい、はい、がこんな感じと、これ温室で50度に設定して固めた、あ、これ50度なの、これ50度です、うん、うんうんうん、9050って材料的にも結構、うん、売れてるんだよね、はい、売れてるっていうのはこんな長い、うん、硬化時間かかってもいろいろ何十キロって発注する
ところもあるし、極端な話、あの化石だとか木管だとか、あの、まあ、木管はちょっと分かんないんだけど、いろんな用途の中で、表面がアミンブラッシングあんま起こさないで、時間かければいい被膜面ができるからという理由かなんか分かんないけど、時間がポットライフが長いっていうのは貸し時間も長いから使用時間も長く取れるんだよね。だから硬化剤混ぜ合わせた後も、うん、結構余裕を持って作業ができる。ああそういうことね、あできます、ね、焦んなくてもいいってことだね、うん。とこれの光沢感がどうかっつうとこだよね、あとはね、うん。作ったサンプルの中の仕上がりとしてはやっぱ9050が一番綺麗に仕上がった、納得ができるだ感じですね、うんうん。そうだね。でこれ耐候性も比較的良くて、変色も少ないんだよね、うん。だから黒でも赤でも白でも透明でも変色とか劣化とかし始めるとやっぱり色に対してそれは影響を及ぼすから、やっぱり黒でも白でも透明でも、はい、変色が少ない方がそれは有利は有利なんだよね、うん。でこれでマーキングは何かしてあるわけ？これマーキング？そうですね、温調50度以上。あ、温調50度以上ね、かけましたよ、炉の中で固めましたよと。はい、はい。で硬化日数とかなんかは大体記録してあるわけ？1日硬化だとか3日硬化だとか。これ今回作ったサンプル全部1日硬化ですね。あ、1日硬化ね、24時間硬化ってことね、はい、はいはい、分かりました。じゃあこれはとりあえずは分かりましたと、はい、はい。じゃあちょっとこう横に置いとく？ああ一旦こっちに、あ袋の中入れちゃう、はい、戻します、はい、ちょっと待って記録だけ、はい、はい、OK、はい。それで2番目は、2番目はじゃあ9028の方で。あ、9028ね、はい。9028が 100%、 はい、はい、これ9028の、これが9028が 100%、 はい、はい、9028が 100%、 はい。9028が 100% で、これは効果条件とかなんかあんの？これ効果条件ですか？うん、ああそうですね、これも同じように温室50度で、50度でね、固めたやつね、はい、はい、温調品のやつね。あ、これあんまり良くないね。まあ基本9028ってやっぱ発熱するんで、うんうん、基本的に常温で、あ常温でね、はいはいはい、まあ固めた方が一番仕上がりがいい感じですよね、うん。こっちが常温で固めたパターンです。あ、これ9050って書いてある、ね、嘘、あすいません、うん、間違えました、うん、うん、これじゃない、これ9028。あ、これ マーキングするときにこれ9028って書かないと、はい、ダメだよね。こっちね、これね、これね、これね、はい、ちょっとこのところに、あ、どっかにこれマジックだけど9028って書いとけば、うん、もう、まあ、間違っちゃわないように、まあ、後ほどに、うん。あ、これが23度 C、 これが常温のパターンですね、うん、ええ、じゃあこれ9028って書いとけば、はい、後ほどに、うん、はい、これ9028、はい、これ常温で固めたやつ、はい、はい、あ、常温で固めた方だけの方がいいわけ、うん。あ、でもちょっと湯じわみたいなのがあるね。そうですね、やっぱ少しだけ、やっぱそして温度管理とか、うん、ええ、そうしたものでやっぱ仕上がりが左右されちゃうんで結構難しい。あ、そうだね、難しいね、ただ9028は透明度っていうか、うん、黄変しにくさでいったら一番、あ、そうだね、ベストチョイスだね、いいものなんで、うん、これがやっぱり一番変色が少ないやつだもんね、はい、変色が少ないっていうか
変色ほとんどしてないぐらいのやつだよね、うん、これやっぱ原料がさあの国産原料がメインだからあのー、輸入の心配っていうのがほとんどないよ、うんうん、タンカーで持ってくるわけじゃないからさ、うん、だから井戸掘りで、うん、採掘してるさ原料が四国格だからさいいと思うよ、はい、うん、でやっぱ紙コップだとテカリは出てるんだね、めちゃめちゃねビカビカにビカビカ出てるんだね、はい、うん、つうことはやっぱ熱伝導もかなり影響してんだね、うん、そうですね、うん、ステンレスは、うん、あの金属だから熱伝導低いからさあの急激に反応するからさ熱奪われる奪われないでさ、うん、断熱する断熱しないでさだいぶ違うんだね、ですね、うん、あとこれフィルム掛け、フィルム掛け、うん、はい、ローデンでもハイデンでもさ、まあローデンだね、あのポリエチのさローデンシートでもさ、はい、テフロンシートでもさそこにテフロンシートの巻きがあるでしょ、はい、うん、フィルム掛けするとまるでやっぱ様子違ってくるから、それも一つの手なんかなとは思ってるわけ、うん、だから型で取るとさ、はい、シリコン型なんかでさ型反転するとやっぱすごく良くなるからさ、うん、そういうパターンもありかなって、はい、少しは思ってます、はい、はい、でこれ9028ね、はい、これ9028です、はい、じゃあ戻します、はい、それと9028が終わって、はい、うん、で次がその9028と、9050、あ、ハイブリッドね、ハイブリッド品ですね、はい、少し待ってください、これハイブリッド、これハイブリッド品ですね、はい、これも50度で固めたやつです、あ、50度でね、はい、ハイブリッドの50度、はい、はい、ハイブリッドの50度、はい、9050に9028をハイブリッドで混ぜると、うん、9050みたく、うん、肉厚で、作れてなおかつ硬化時間が早くなる、ああそういうことね、という利点がある、ハイブリッドだから、はい、9050みたいに、はい、貸し時間が確保できて、で固まる速度が9028の固まる速度そのものではないけれど、はい、おすっごく速くなりますよと、うん、そうだよね、 40% だから、まあ、ほとんど半分だもんね、そうすると使える時間って、1時間ないでしょ、それぐらいないですね、それぐらい経つともう粘度が高くなる、あ、高くなるね、はい、そうすると貸し時間は30分ぐらいか、30分ぐらいって思ってた方がいいね、うん、それぐらいの方がいいです、ね、うん、30分以内ぐらいで固めて、30分以内ぐらいで使い終わる形で、はい、それで、固まるのは圧倒的にもっと早いよと、はい、ね、で光沢感も出る、ある程度、あ、出るね、出ますね、うん、ただあれだね、このアミンブラッシングみたいなあのゆじわみたいなのは、あ、でもあれだね、テカリ感とか試食した感じではあんまりアミンブラッシングのあれはないね、うん、うん、このむしろこれのゆじわのこの皮膜みたいなやらしさが見えちゃうっつうとこだね、うん、うん、そうですね、今回作ったサンプルの中ではちょっと出来は悪かった、出来は悪い、悪いです、ね、ああなるほど、ええ、この4種類の中では、4種類の中ではね、
テカリはいいよ、すっごい、ところどころこのユジワが見えちゃうっつうとこだね、これなんとかしないといけないね。だからこれ多分気泡が固まっちゃってこうなってると思うんですよ、ね、そんとかね多分、うん、そんとかね、うん、なんか見た感じ泡みたいなブツブツになってるんでなんかそんな感じはするんですよ。 それは何、混ぜる時の、うん、多分なのかなっていうふうに思ってはいる。そうかね、うん、まああれだね、あの改善余地あれだね、うん、でも効果物としたらこれで、耐候性もいいはずな組成だから、それはそれで工夫次第だね、うん、そうですねと思いますが、うん、これね90284%ね、はいはいはい、で3つが終わったわけ、はいはい、最後に現行品の黒ですね。あ、現行品の黒ね、はい、はい、失礼します。現行品の黒はこれ、現行品の黒、現行品の黒は申し訳ないんですけど、はい、あの紙コップ の上に垂らしてはパターンはないんですけど。あ、ないのね。そのスプーンだけのタイプ、うんうん、ああ、はいはい、はい、量が少ないからってこともあるんだ。そうですね、うん、これが現行品の黒、あの、うん、取材 1g に対して硬化剤 0.5、 あ、これ 50度の温調、はい、50度温調とかけたパターンです、うんうんうん、はいはいはい、うん、これいいじゃない、なかなか。そうですね、うん、まあ、作ったパターンの中では9050に並ぶ仕上がり具合で。 あそう、9050に並ぶ、はい、はいはいはい、どっちがいいの。そうですね、9050かな。あ、そう、ええ、あ、じゃあ硬化スピードは全然違うってことだ。そうですね、硬化スピードで言ったらこちらの方なんですけれども、うん、まあ、仕上がり具合で言ったら、まあ、9050かな。あ、そう、はい、個人的には。あ、そう、うん、9050悪いけどスプーンちょっと取ってみてよ。結構仕上がりが僅差なところはあるんですけどね、うん、ああ、両方ともあれだね、光沢出てんね、めちゃめちゃいい感じ、いい具合に出てますね、うん、そうするとこっちが9050、はい、こっちが9050だよね。そうです。で50度温調で手に持ってるのが翌日には固まってるっつうこと、はい、そうですね、1日あの温調かけて固まるパターン、うんうん、でこっちが現行品、はい、うん、こっちが現行品、うん、こっちが現行品で、こっちが現行品で、あ、こっち50度音調かけたやつね。両方とも50度音調です。あ、両方とも50度音調ね、はい、うん、あ、ちょっと、うん、あ、これ9050ね、はい、はい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 、まあ、使用したボトルですね、うんうんうん、うん、あ、こっちはボトルのあれはないわけか。そっちはそうですね、ボトルに入れるほどの、ね、量はないからね、入れなかったんで、はい、こっちは100対50、こっちも100対50、うん、だよね、両方とも同じですね、両方とも100対50だもんね、はい、うん、両方とも100対50で、うん、うん、仕上がり感は両方ともいいんだ、やっぱり、うん、現行品もいいね。現行品もいいですね。うん。うん。ただ、耐候性っつうとこだね、うん。あとはね。あとは粘度がまるで違うんだろ？はい。うん。まあ、粘度も違うし、硬化スピードも違う。違うよね。はい。うん。うん。うん。わかった。じゃあ、これさ、ラベルちゃん、ラベルをさ、確認して、で、半分に切ってさ、はい、一本一本さ、うん、送ってやるよ。そうですね、うん、このレポートと一緒に書いて、とりあえず、はい、一本一本ものはさ、うん、同じのが2本取れてるから、それはそれで1本はうちのキープサンプルで、はい、1本は向こうに送るサンプルで、はい、うん、送ってやりましょう。
ね、かしこまりました。それでもうちょっと、トライアンドエラーの、うん、テストピース制作を進めるっつパターン。そうですね。今回、うん、やっぱ一番期待していたのが9050と28のパターンでしたので、そうだよ、うん、もうちょっとそこのところ割合をもう少し少なめにしたりとか。ああ、それが良くないじゃん。そこなんですよ、ね、もう少し それ問題じゃん。まあ、そうした問題を見つけるっていうことでもあっての今回の試験なんで、うん、それ言い訳だよ。はい、いいね、はい、うん、いいと思う、うん、OK、 はい、じゃあ継続、はい、はい、今回、作ったサンプルの方が、うん、4種類ありまして、4種類、はい、はい、1つが、GM9050 だけで固めたパターン、うん、9050だけね、はい、うん、それと9050と、GM9028、 これを取材に対して 40% 入れたパターン、はい、だから GM9050 が 100g だったら GM9028 が 40g 入る、はい、それが一つで、もう一つが9028だけので固めたパターン、はいはい、それと、最後に四つ目が現行品の黒で固めた、はい、その4種類ですね、はい、現行品だけの、はい、タイプ1で固めた黒、はい、黒お現行品ね、はい、で9050100%で固めたもの、はい、でそれの黒だから配合比は100対、50の9050の黒、はい、で、9028だけで固めたっていうのもあるわけだよね、はい、で9028で、黒で100対25の配合比で固めただけのもの、はい、それとラストはハイブリッドの9050と9028で、はい、ハイブリッドで、二液混合で固めたもの、はい、で配合比は9050が100に対して、はい、9028が、うん、40%、40分、うん、ということは予備衝突するとそれを 40% としてる、はい、ね、でその 40% っていうのは算数とか数学の配合比のではなくて、はい、あくまで 140g の取材の、はい、重量に対して、うん、9050が100、はい、で9028が40、合計142のことを 40% タイプで呼ぶということだよね。そういうことです。はいはいはい、わかりました、はい、じゃあそれで一番最初は現行品から、はい、はい、9050から、あ、現行品じゃなくて9050からね、はい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 、だけで固めたパターン、はい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 、9050から固めたやつ、はいはいはい、9050で固めたやつ、はい、はい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 、9050で固めたやつ、はい、はい、がこんな感じと。これ温室で50度に設定して固めた。あ、これ50度なの？これ50度です。うん、うん、うん、うん。9050って材料的にも結構、うん、売れてるんだよね。はい、売れてるっていうのはこんな長い、うん、硬化時間かかってもいろいろ何十キロって発注するところもあるし、極端な話化石だとか木管だとか木管はちょっと分かんないんだけど、いろんな用途の中で表面がアミブラッシングあんま起こさないで時間かければいい被膜面ができるからっていう
理由かなんか分かんないけど、時間がポッドライフが長いっていうのは貸し時間も長いから使用時間も長く取れるんだよね。だから硬化剤混ぜ合わせた後も、うん、結構余裕を持って作業ができる。ああそういうことね、あできます、ね、焦んなくてもいいってことだね、うん。とこれの光沢感がどうかっつうとこだよね、あとはね、うん。作ったサンプルの中の仕上がりとしてはやっぱ9050が一番綺麗に仕上がった納得ができる感じですね、うんうん。そうだね。でこれ耐候性も比較的良くて変色も少ないんだよね、うん。だから黒でも赤でも白でも透明でも変色とか劣化とかし始めるとやっぱり色に対してそれは影響を及ぼすから、やっぱり黒でも白でも透明でも、はい、変色が少ない方がそれは有利は有利なんだよね、うん。でこれでマーキングは何かしてあるわけ？これマーキング？そうですね、温調50度以上。あ、温調50度以上ね、かけましたよ、炉の中で固めましたよと。はい、はい。で硬化日数とかなんかはだいたい記録してあるわけ？1日硬化だとか3日硬化だとか。これ今回作ったサンプル全部1日硬化ですね。あ、1日硬化ね、24時間硬化ってことね、はい、はいはい、分かりました。じゃあこれはとりあえずは分かりましたと、はい、はい。じゃあちょっとここ横に置いとく？ああ、一旦こっちに。あ、袋の中入れちゃう、はい、戻します。はい、ちょっと待って、はい、記録だけ。はい、オッケー。はい、それで2番目は、2番目はじゃあ9028の方で。あ、9028ね、はい、9028が 100%、 はい、はい、これ9028の、これが9028が 100%、 はい、はい、9028が 100%、 はい、9028が 100% で、これは硬化条件とかなんかあんの？これ硬化条件ですか、うん。あ、そうですね、これも同じように温室50度で、50度でね、固めたやつね、はい、はい、温調品のやつね。あ、これあんまり良くないね。まあ基本9028ってやっぱ発熱するんで、うんうん、基本的に常温で。あ、常温でね、はいはいはい。まあ固めた方が一番仕上がりがいい感じですよね、うん。こっちが常温で固めたパターンです。あ、これ9050って書いてある、ね。嘘。あ、すいません、うん、間違えました。うん。うん。これじゃない。これ9028。あ、これマーキングするときにこれ9028って書かないと、はい、あ、ダメだよね。こっちね、これね、これね、これね。はい。ちょっとこのところに、あ、どっかにこれマジックだけど9028って書いとけば、うん、もう、まあ、間違っちゃわないように、まあ、後ほどに、ええ、うん。あ、これが23度 C、 これが常温のパターンですね、うん、ええ、じゃあこれ9028って書いとけば、はい、後ほどに、うん、はい、これ9028、はい、これ常温で固めたやつ、はい、はい、あ、常温で固めた方だけの方がいいわけ。うん、あ、でもちょっと湯じわみたいなのがあるね。そうですね、やっぱ少しだけ、やっぱそして温度管理とか、うん、そうしたものでやっぱ仕上がりが左右されちゃうんで結構難しい。あ、そうだね、難しいね、ただ9028は透明度というか変、うん、黄変しにくさでいったら一番、あ、そうだね、ベストチョイスだね、いいものなんで、うん、これがやっぱ一番変色が少ないやつだもんね、はい。変色が少ないっていうか変色ほとんどしてないぐらいのやつだよね、うん。これやっぱ原料がさ国産原料がメインだから輸入の心配っていうのがほとんどないよ、うん、うん。タンカーで持ってくるわけじゃないからさ、うん、だから井戸掘りで
採掘してるさ原料があの四国核だからさいいと思うよ、はい、うん、でやっぱ紙コップだとテカリは出てるんだね、めちゃめちゃねビカビカにビカビカ出てるんだね、はい、うん、つうことはやっぱ熱伝導もかなり影響してんだね。うん、そうですね。うん、ステンレスは、うん、あの金属だから熱伝導低いからさ、あの急激にあの反応するからさ、熱奪われる奪われないでさ、うん、断熱する断熱しないでさ、だいぶ違うんだね。ですね。うん、あとこれあのフィルム掛け。フィルム掛け。うん。はい、ローデンでもハイデンでもさ、まあローデンだね、あのポリエチのさローデンシートでもさ、はい、テフロンシートでもさそこにテフロンシートの巻きがあるでしょ、はい、うん、フィルム掛けすると、まるでやっぱ様子違ってくるから、それも一つの手なんかなとは思ってるわけ、うん、だから型で取るとさ、はい、シリコン型なんかでさ型反転するとやっぱすごく良くなるからさ、うん、そういうパターンもありかなって、はい、少しは思ってます。はい、はい、でこれ9028ね。はい、これ9028です。はい、じゃあ戻します。はい、それと9028が終わって、はい、うん、で次がその9028と、9050。あ、ハイブリッドね。ハイブリッド品ですね。はい、少し待ってください。これハイブリッド。これハイブリッド品ですね。はい、これも50度で固めたやつです。あ、50度でね、はい、ハイブリッドの50度。はい、はい、ハイブリッドの50度、はい、9050に9028をハイブリッドで混ぜると、うん、9050みたく、肉厚で、作れてなおかつ硬化時間が早くなる。ああ、そういうことね。という利点がある。ハイブリッドだから、はい、9050みたいに、はい、加湿時間が確保できて、で固まる速度が9028の固まる速度そのものではないけれど、はい、すごく速くなりますよと、うん、そうだよね、 40% だから、まあ、ほとんど半分だもんね。そうすると使える時間って、1時間ないでしょ。それぐらいないですね。それぐらい経つともう粘度が高くなる。あ、高くなるね、はい、そうすると貸し時間は30分ぐらいか。30分ぐらいって思ってた方がいいね。それぐらいの方がいいです、ね、うん、30分以内ぐらいで固めて、30分以内ぐらいで使い終わる形で、はい、それで、固まるのは圧倒的にもっと早いよと、はい、ね、で光沢感も出る、ある程度。あ、出るね。出ますね、うん、ただあれだね、このアミンブラッシングみたいなあのゆじわみたいなのは、あ、でもあれだね、テカリ感とか試食した感じではあんまりアミンブラッシングのあれはないね、うん、このむしろこれのゆじわのこの皮膜みたいなやらしさが見えちゃうってとこだね、うん、うん、そうですね。今回作ったサンプルの中ではちょっと出来は悪かったという。出来は悪い。悪いです。ああ、なるほど。ええ、この4種類の中では。4種類の中ではね。うん、テカリはいいよ。すっごい。ええ、ところどころこのゆじわが見えちゃうっつうとこだね。うん、これなんとかしないといけないね。だからこれ多分気泡が固まっちゃってこうなってると思うんですよ、ね。そんとかね。多分。うん、そんとかね。うん。なんか見た感じ泡みたいなブツブツ。になってるんで、なんかそんな感じはするんです。それは何、混ぜる時の？多分。
なのかなっていうふうに思ってはいる、ね、そうかね。うん、まああれだね、あの改善余地あれだね、うん、でも効果物としたらこれで、耐候性もいいはずな組成だから、それはそれで工夫次第だね、うん、そうですねと思いますが、うん、これね90284%ね、はいはいはい、で3つが終わったわけ、はいはい、最後に現行品の黒です、ね、あ現行品の黒ね、はい、はい、失礼します。現行品の黒はこれ、現行品の黒、現行品の黒は申し訳ないんですけど、はい、あの紙コップ の上に垂らしてるパターンはないんですけど、あないのね、そのスプーンだけのタイプ、うんうん、ああはいはい、はい、量が少ないからってこともあるんだ、そうですね、うん、これが現行品の黒、あの、うん、取材 1g に対して硬化剤 0.5、 あこれ 50度の温調、はい50度温調とかけたパターンです、うんうんうん、はいはいはい、はい、うん、これいいじゃない、なかなか、そうですね、うん、まあ、作ったパターンの中では9050に並ぶ、うん、仕上がり具合で、あそう9050に並ぶ、はい、はいはいはい、どっちがいいの、そうですね9050かな、あそう、ええ、あじゃあ硬化スピードが全然違うってことだ、そうですね硬化スピードで言ったらこちらの方なんですけれども、うん、まあ、仕上がり具合で言ったら、まあ、9050かな、あそう、はい個人的には、あそう、うん、9050悪いけどスプーンちょっと取ってみてよ、まあ、結構仕上がりが僅差なところはあるんですけどね、うん、両ともあれだね、光沢出てんね、めちゃめちゃいい感じ、いい具合に出てますね、うん、そうするとこっちが9050、はい、こっちが9050だよね、そうです、で50度温調で手に持ってるのが翌日には固まってるっつうこと、はい、そうですね1日あの温調かけて固まるパターン、うん、でこっちが現行品、はい、うん、こっちが現行品、うん、こっちが現行品で、こっちが現行品で、あこっち50度音調かけたやつね、両方とも50度音調です、あ両方とも50度音調ね、はい、うん、ちょっと、うん、あこれ9050ね、はい、はい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 、まあ、使用したボトルですね、うんうんうん、うん、あこっちはボトルのあれはないわけか、そっちはそうですねボトルに入れるほどの、ね、量はないからね、入れなかったんで、はい、こっちは100対50、こっちも100対50、うんだよね、両方とも同じですね、両方とも100対50だもんね、はい、うん、両方とも100対50で、うん、うん、仕上がり感は両方ともいいんだやっぱり、うん、現行品もいいね、現行品もいいですね、うん、うん、ただ耐候性っつうとこだね、あとはね、あとは粘度がまるで違うんだろう、はい、うん、まあ粘度も違うし硬化スピードも違う、違うよね、はい、うんうん、うん、分かった、じゃあこれさラベルちゃん、ラベルをさ確認してで半分に切ってさ、はい、一本一本さ、うん、送ってやるよ、そうですね、うん、このレポートと一緒に書いて、とりあえず、はい、一本一本ものはさ、うん、同じのが2本取れてるからそれはそれで、一本はうちのキープサンプルで、はい、一本は向こうに、まあ、送るサンプルで、はい、うん、送ってやりましょうね、かしこまりました、それでもうちょっとトライアンドエラーの、うん、テストピース制作を進めるっつパターン、そうです ね今回、うん、やっぱ一番期待していたのが9050と28のパターンでしたので、そうだよ、うん、もうちょっとそこのところ割合をもう少し少なめにしたりとかあそれが良くないじゃん、そこなんですよね、もう少し それ問題じゃん、うん、まあそうした問題を
見つけるっていうことでもあっての今回の試験なんで、うん、それ言い訳だよ。はい、いいね、はい、うん、いいと思う、うん、OK、 はい、じゃあ継続、はい、はい、